メロディーフラッグ、トラストイヤーエタニティ。リスナーの皆さんの耳に安心と信頼の水瀬いのりの声を永遠に囁き続けるコーナー、それがトラストイヤーエタニティです。このままのペースだと200回の時にこのコーナーだったりするということで、1回じゃ休もう、200個のセリフを言うのは絶対に嫌なのでね、もうそんなことに喉使ってられませんから、では囁いていきましょう。こちらは渡るさんからいただきました。いのりちゃんこんばんは。こんばんは。最近すっかり暑くなってきましたね。外出時にマスクをつけているとどうしても水分補給を忘れがちなので、水分補給を促すこちらのセリフを言っていただきたいです。よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ行きますよ。もうちゃんと水分補給しないと熱中症になっちゃうよ。はい、水。なんかこのメールについてるね、なんかね、よろしくお願いしますの後になんか地蔵、お地蔵になんかあのオスとメスのマークのオスのマークがついてるのがなんかもうちょっと気持ち悪いです。はい、次、川越太郎さんからいただきました。いのりちゃん、メロフラスタッフの皆様こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴してます。ありがとう。この間火曜日の夜に再放送している恋ダンスのドラマを見ている時にいいなぁと思ったセリフです。これを言われたらすごく嬉しいです。私も恋ダンスのドラマ大好きです。じゃあ行きまーす。私はいつでも君の味方だよ。うん、これはなんかいいですね。シンプルになんか私も読んでてちょっと元気づけられますし、みくりさん可愛いしっていう感じ。じゃあ次、 LS 涼介さんからいただきました。いのりちゃんこんばんは。こんばんは。3歳の女の子に煽られたいです。いのりちゃん3歳になりきって次のセリフをお願いします。こういうのはね、時間をかけずにパッと言った方がいいわ。いきます。パパくちゃい。うわー、すごい。もうご両親はどんなお気持ちでこれを聞くのでしょうか。涼介さんのご両親、息子さんがすごいこと言ってますよ。じゃあ次、レムスリさんからいただきました。いのりん、メロフラスタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しています。以前このコーナーで某テニスの漫画の名台詞をされていましたよね。今度は女性がキュンキュンするセリフ第2弾ということで、このセリフをお願いします。好きだけどやるのは違うんだよな。じゃあ行きます。俺は上に行くよ。ああ、じゅんこさん、皆川じゅんこさんに、こんなの聞かせないでください。こんななんか、もうダメですよ、こんなの、本当に。もうダメダメ。ああ、やだやだ。じゃあ次、アータンさんからいただきました。梅雨の時期なので、傘忘れちゃった？よかったら、イノリンアンブレラで一緒にイノリンリンしようと言ってもらいたいです。よろしくお願いします。はい、行きまーす。傘忘れちゃった？よかったら、イノリンアンブレラで、一緒にイノリンリンしよう。うわぁ、うわぁ、今ならガチャ無料みたいな感じのやつですね。イノリンリンしようね、チャリチャリってね。はい、ということで、こんな感じで私に永遠に囁いてほしいセリフを送ってください。以上、トラストイヤーエタニティのコーナーでした。